全然撮ってないじゃん。何やってんの。大輝に送りつけてやろう。小さなキッチンがついたダイニングに6畳の和室と寝室だけ。離れた成績とはギャップのある狭い生活。これ消化何時間かかんの。1週間ぐらいは。いや1週間いらないってこと、うん、わめっちゃ便利じゃん。びっくり。これだけで 1週間を元に。ねえ、コオロギいらなくない。うん、コオロギ取っちゃう。ねえ、手に乗っけた。どれを。テレビ。まだ今食べてる時だから。うん、食べ終わった。いや、食べ終わってから少しじっとしてあげないと消化が。今日はちょっとやめたほうがいいね。いつか。うん、乗っけてやってる。ちなみに去年は50以上の番組に出演。今年はレギュラー番組をお持ちで自分の出演箇所をチェックするので。まだ尻尾が出てるね。これだけさ、すごく結構かっこいいと思うんですけど。もう入った。入ったっぽいね。後ろの方に行ったね。うん、ほら膨らんでるとこ。動いた。いや、飲み込んでんね。うん、びっくりだな。今どこネズミいた。うん、あの、あそこら辺にいるよ。あ、もっと後ろ行く。地元広島で出会って結婚。大手企業のサラリーマンだった原監督は、実は広島に夫婦の新居を建てていた。金額およそ4300万円。後ろに送ってるね。ね、ほら、10年前、監督就任でわずか3年しか住んでいないマイホームから引っ越す。ここに全部新しかった。部屋もあの面積の本当半分どころか7分の1になった感じで、最初はちょっと不安ですね。ここに何ヶ月住もうかなぐらいの感じで、まあ、入って、その時点では、もうこの時点では15年なんかとんでもないっていう感じ。1年、まあ、3年経過、3年経過、